はい、はい、お茶もおいで、おはようございます。おはよう、はい、ジェン君、おはよう、おはよう、おはようございます、ポンちゃん、おはよう、はい、ポンちゃん、はい、朝のご挨拶。はい、いいね、あ、来るな、ポンちゃん。今日も雨だそうです。こんな感じ。ジャン君、ポンちゃん。今日はですね、実は仕事に出かける予定だったんですが、先方の都合が変わってですね、今日は出かけないことになりました。生配信なども、お休みをするっていう通知をしたんですが、できることになっちゃったから今日は人来ないかもしれないね、ということなのでのんびりしていますが、もう今もうすぐお昼になるところです。これから生配信の準備を始めます。よいしょ。ポンちゃん、流されそうだね。
ジャックおいで、おいで、おいで。気になるね。はい、ポンちゃんとジャン君がマオイママさんを追いかけて部屋を出てしまいました。三姉妹亀さん、こんにちは。座薬どなたの、あ、これは黒犬でございます。ですね、もう1週間以上前ですね、先々週の土曜日に、急にお腹がこう何とも言えない痛みでですね、目が覚めて、朝明け方4時ですね。で、救急車を呼ぶのはちょっと嫌だったので、救急病院をネットで調べてタクシーで行きました。そして、まあ以前にもね、結石をやったことがあって同じような痛みだったので、多分や同じとこだと同じ結石だと思いますということでですね、点滴を受け痛み止めを入れてもらい、痛み止めの薬錠剤と座薬をいただいて帰ってきました。そして、結石の、まあなんていうのかな、対症療法ですね、当面その対症療法で、やってみてねというのが、毎日たくさんの水を飲むことね、水をたくさん飲んで、あとは歩いてくださいということを、やってみたところ、もう1週間以上にわたってですね、痛みがないので、まあそうね、ちょっとだけ親っていうことは何度かはあるんですけど、いわゆる病院に行かなきゃいけないほどの痛みがないので、さらに言えばですね、確実にそのちょっと変だな、痛いかもしれないなというところが少しずつ下に下がってきているのでですね、これは、うまくいっているんだとして、今生活しています。いよいよになったら飲みますけれども、このまま、あまり痛くないまんま終わってくれるといいなというところですね。まあ痛いようだったら、その救急病院がですね、泌尿器科のない病院だったみたいで、知らなかったんですけど、痛いようだったら週明けのね、平日になったら、その泌尿器科に行ってくださいねと言われたんですが、行かずに済ませました。ただ行ってその病院のカードだけでも作っとけばよかったのかなと、ちょっとふっと、思い返したりはしてるんですけど、いよいよ急にの時にね、また、なんとかこう問診票書いてくださいとか、痛いのにやらされるのはちょっと辛いのでね、というふうには思いましたが、なんとかなるでしょうきっと。で、思い出したけど水飲もう。よいしょ。
今日の夜アップする、ジャンポンの動画の方なんですが、そちらでちょっとだけですね、あれは保護猫ジャンポンというチャンネルですが、その保護猫ジャンポンというチャンネルのチャンネル登録者数があと700人、くらいですかね。で、3万人に到達いたします。で、その、まあ、記念としてという意味で、どうでもいい動画今まではね、なんかこうテーマ決めて作ったりもしていましたが、適当にこう抜き出してジャン君とポンちゃんが可愛い雰囲気、可愛い仕草をしているやつを、アップするために作ってますという予告動画ですねを、今日出します。そちらの方ではですね、保護猫ジャンポンチャンネルの方で出すんではなくて、ジャンポンチャンネル名前がニカリオに似てるのでね、ごめんなさいね、ジャンポンチャンネル、もしくはチャンネルジャンポンという名前の、チャンネルの方で、アップしたいと思っています。この差としてはですね、ちょっとタイトルっていうか、なんていうの、途中の、なんていうの、テロップみたいなやつを出したりとか、効果音をジャジャジャンって入れたりとかっていうような程度の、演出を、まあそっちではやってもいいというふうに自分で課してですね、やってみようと思っています。なんといっても今世の中に溢れている、動画の大半が演出型というかですね、ドカーンってタイトル、テロップ出したり、あとは、いろんな効果音を入れたりしているんですけれども、基本、保護猫ジャンポンというチャンネルですね、の方はそれをやらないことにしています。なぜならば、ちゃんとした記録として後で見返せるようにしたいなと思うからなんですが、ただ、今のね、小さい窓のところもあるんですが、あんまりね、こう方針決めずに作っていた頃はこう文字をいっぱい書いてたんですよね。映像に対してこの意味が伝わらないだろうなと思って、文章をいっぱい入れたりしています。これはまあいいとしています。まあ演出ではなくて説明という意味でね。でそちらの方はそういうスタイルで今後も1日1本、アップしていくんですが、それ以外のところでたくさん溜まっているその動画でね、面白い遊びができたりとか、いわゆるその、記録ではなくてで、そのみんなが楽しめる映像っていうのを、作りたいなと思って、チャンネルジャンポンですね、違うチャンネルなどで気をつけてください。そちらの方で、お見せするようにします。前々から言ってますけれども、その絵本を動画化したものを作ったんですが、そちらをナレーション、ベースにしたものっていうのも企画中ですので、それもできたらそこに載せようと。あとはもう一個の企画としてはですね、毎日一本その日に起きたことっていうのを、続けてきましたが、そうそういろいろ変わるわけではないので、例えば10本とか5、6本でもいいですね。あまり長くならない程度に、まとめてつなぎ合わせて一つの動画にしたらいいんじゃないかなと思っています。これ何が、いいのかというと、ジャン君にとってのこう、例えばシャーシャーの起こってる時期ありますよね。でシャーシャー期1、シャーシャー期2っていう形で3ヶ月ぐらいそれが続くんですが、その次に、無口期みたいなのがあるんですよね。無口になっちゃってね、ずっとね。そっから、突然、にゃーって泣き始めてとかっていうのがあったり、その泣き方云々ではなくても、例えば何々期っていうその時期時期の、パターンを見せられるようにすると、後で見る人がね、面白く見られるかもしれないので、そういうのを作ったらそちらに載せていきます。あまり基本的には演出っていうのは、考えていません。わざわざジャン君に何かやらせるようなことはしないので、そこまでではないんですけれども、まあ時流に乗るというのも一個ですが、こちらの保護猫ジャンポンの方の、純粋性を保つためにもですね、
8年目かまでは、保護猫ジャンポンチャンネルの方に、8年間のまとめみたいな動画もアップしていたんですが、ちょっと逆に邪魔になっちゃうんですよね。今日の動画っていうことからするとそれを、投資ナンバーの中に入れてしまうとちょっと違うので、という意味でも、別のチャンネルでやっています。ということで、今日アップする動画はその予告編が入った状態でやってますんでね、三姉妹亀さん、ああ欠席のボルタレンかな、うちの旦那も昔になりましたがあれってまたできますよね、パパさんも早く良くなりますように、チャンネル登録、布教私もやります、お願いします。どうも結石ができる人はできやすいようですね。なので普段から水をたくさん飲むようにしといてくださいとは言われました。あと、いろんな方のね、アドバイスがあって、コーヒーはなんとかがあるから、牛乳を入れてカルシウムと一緒に飲むといいらしいとか、そんなことも聞きましたので、動画にはさすがになってないですけど、朝はね、カフェオレで今英語僕言おうとして失敗したみたいになっちゃった、カフェオレでね、飲んでいます。カフェまた変なになってる、カフェオレボールも言いにくいのかこれ、カフェオレボールを人からいただいてしまったんでね、愛用してますよ。なんか日が、うん、雨なのに日が差すっていう感じだね。なんか止んだっぽいよね。なんかさっきからね、止んだり止んだり止んだり、小ぶりかな、うん、あら、何に寝てるのかというと、マオイママが今日買ってきた、なんていうの、昨日買ってきた、クール、昨日か、うん、ひんやりほんとね冷感ひんやり接触冷感ベッドでございます。ちょっと大きめを狙って買ったそうです。なんだの、ここだったら2人で入れそうなやつ、ね、うん、2人で入れるかな。でもポンちゃん意外と太めですね。失礼にゃーって、はい、でもあっちも入ってたからちょっとはみ出たりしてたけど、うん、ね、今、うん、奥には、今まで入ってたやつがありますが、うん、これは母乳です。ということでおめでとうの続きはこちら、ガイーンそんなギャインって、ムーミンの箱、これは、うん、あもうここに書いてあるから、グラスメガネケースいただきました、ありがとうございます。ね、びっくり。これよーく見るとですね、見る、ここにミー、ここはスナフキン、スナフキン、
ちょっと開けてみないと見えないと思う、光っちゃって。まあスナフキンが黒犬だろうということでございますが、これね。見えるかな。はい。スナフキンと。よく見えます。アメル？ミーです。はい、こちらは。ミー。ミー、見えますか？はい。あのそういえばミーの方の髪型、マオイママさんはいつもそんな髪型ですね、うん、ちょんちょこりんになってるのね、うん、ということでありがとうございます。ありがとうございます。かわいいです。このメガネが、この中エロメガネがエロここに入ります。これさ、ここにこうやってこう、そうだね、こうやって入んだね。はい、ちょうどいいじゃん。黒犬はなんかオレンジっぽいさ、かっこ色で緑に入って、うん、こんな感じ、このような感じになります。私のは赤いです。そしてポンちゃんはメガネをしていませんからね、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ジャン君もかわいい。そしたこう、ジャン君は寝てます、睡眠中